その右のこう折れ曲が壁が折れ曲がってこっちをその角のところに長官が座ってる。それから左の向こうに本来は館長が座ってる。うん、それであの時はしょうがないから宇賀さん左に行ってもらって、はいはい、それでこの右の角に栗田長官がいたわけです。それで私はあのチャートですけど向こうに立ってました。長官見えるところに。これ電話番をしていたんですか。電話はその後ろの方にあるんです、はい、それから通信室からのブザーとか電線がそれもそこへ上がってくるようになってますから、はいはい、うっとなると、うっと言ってやりますと、電報を受けますって言うと、はい、とでパッと上がってくるっていうのは、大体さん持ってくる場合もありますけど、まあ、大体それで済ませて、はい、まあ、電話室ともつながっとって、うーん、電話の室長とも分かりやすいですね。大体3本、いや、司令長がないし、私の意見を聞くなってことはありえないから、はい、私はもっぱら、はい、要するに見物してたわけです。はい、うん、ただやっぱり、あの対抗戦闘始まると両方ダダダダ始まりますからね、はい、うん、それはお互いの話すのも大変で、はい、陸上のサンホセっていう、はい、ミンダロ島の基地、非水上基地やっちゃってね、はい、その指揮官と大和の間で電報で結んで、うん、どうしようこうしろってのはやっぱりなかなかそばで飛行機出すやつにはいかないかったけどね。だけどもそのこのヒューマンの感情機はこの中で収まりますから、はい、3機出てたんだな。しまいにあの余計な飛行機ですからパイロットもたくさん乗せられないから、はい、あの1機ずつ持ってたんですね、はい、大和武蔵中田それを大和に集めちゃって3機集めて、はいはい、で0点の回線があってあの水上の線24日と5日の水上線とか、はい、でその時にあの、はい、3番号って歌っててもらえなかったの、うん、それでそれでここへね今度格納庫から飛行機ここへ出してさで固まって乗せて発射するわけだから、はい、ここで撃たれると兵員死んじゃうからさ、爆風で。とうとう3番号は一発も来ないで済んじゃったんじゃないかな。長船さんっていう60武器の報道長がカリカリしとって、撃てばいいか、撃ていいかって言うのを聞いて、使用で聞くんだから、副長が了解だったら、了解よかろなんて言って、やり合ってた聞こえて、はい。